写真拡大。中日が24日の DeNA 戦、名古屋ドームに1対7で敗れ、7年連続 B クラスが決まった。残り5試合全勝が必須だった逆転での CS 進出の望みが消滅した与田監督は、事実を全て受け入れた上で明日からの戦いに切り替えていくしかないと険しい表情で話した。いよいよ待ったなしとなったのが、好調ながら凍結されてきたドラフト1位根尾昇内野手、19の1軍デビューだ。2軍戦ではここ10試合に43打数18安打で打率4割1分9厘と打ちまくっており、2軍首脳陣からは代打とか代走ではなくスタメンで起用してこそ本領を発揮する選手と大きな期待をかけられている。とはいえ、根尾とポジションの被る、ただし遊撃手の兄弟オフとし内野手25にとっては、根尾スタメン案はもちろん面白くない。ここまで今季は136試合に出場して打率2割5分1厘、3本塁打、39打点、17盗塁。僕がしっかりした成績を残してないから、マスコミやファンとか、いろんな人に根尾を使えとかいろいろ言われてしまう。キャリアが違うので根尾に負けないようにとかは思っていないと、1年目からただし遊撃手として3年勤めてきた自負もある。根尾の今季中の昇格について与田監督は、可能性はいろいろありますと認めた上で、1軍デビューの X デーについて、それは内緒だね。とにかくいつも言うように最後までできることをやっていく、それだけですと多くを語らなかった。残り試合で根尾と強打の2人をどう起用していくのか。